あなたの本田宗一郎像を教えてください。教えてくれた人に先着でプレゼント。アイルトン・セナの場合は、強さ、優しさ、厳しさ、誇り、思いやり、人間として必要なすべての要素を持った巨大な人だった。ブログチャレンジ90日目、90日ラスト。家族を守るヘルスコーチのゴンです。あなたの健康のためにお金が増えてほしいと願い、このジュニアコピーライター養成スクールの90日ブログチャレンジに取り組んできました。やっと終わりました。大変でした。週に5日から6日の副業のある夜勤アルバイトをやりながら、限られた時間の中、毎日ノートパソコンに向かってブログ作成のため、カチャカチャキーボードを叩いていました。肩こりと寝不足に悩まされながら、毎日やけくそでブログを書き殴っていました。なので、どうしてもブログ内容は質の悪いものになります。あなたが以前のブログを読んでいたらと思うと申し訳ないです。コピーライティングという収入を上げるスキルを紹介していくのが、このブログチャレンジの目的でした。お金が十分にないと、あなたや家族の健康のために、毎日栄養素も値段も高い果物や野菜を買えません。だから、あなたの収入が増えてほしいです。コピーライティングとは、すぐにお金を作るスキルであり、セールス、広告、交渉術、集客、マーケティング、そして文章ライティングを総合した技術です。時間の制限があるので詳しく解説できませんが、どんな仕事、対人関係でもコピーライティングは応用できます。業界トップレベルのライティング技術と精神性を兼ね備えたエクスジュニアコピーライター養成スクールというオンラインスクールで、私はコピーを学んでいます。ジュニアコピーライターの講師からもらった案件で、60日間のブログ動画を投稿するチャレンジを達成しました。このチャレンジの達成で、あるものが無料になる権利を私は得ました。そのあるものはまた公開したいと思います。その無料のものとは、ブログチャレンジを達成しなければ、他の人たちは60万円の金額を払わなければ購入できないものです。そして、さらにプラス30日の間、ブログ動画を投稿し続けることができました。合計90日の間投稿すると、講師の仙人さん、ミスター X という13年間で80億円の売り上げを作り、今もなお黒字経営を続け、日本のインターネットビジネスにランディングページやプロモーション、プロダクトローンチといった手法を初めて取り入れ、業界を席巻した人物から個人スカイプコンサルを受ける権利を手に入れました。90日チャレンジ最後の木曜日のブログ動画ルールは、有名人のレビューです。経営者やビジネスマンなどのレビューをします。現代の経営者だけでなく、過去の有名人でも OK です。レビューした内容をブログ、Facebook、YouTube、Twitter に投稿して、朝の9時までにメールで講師にリンク先を報告します。私の夜の夜勤アルバイトのため、前日に投稿するときもあります。あなたは本田宗一郎さんを知っていますか？これは愚問であってほしいです。ホンダ自動車の創業者です。しかし、中には誰やねんとわからない若い世代の人がいるかもしれません。だとすると悲しいです。日本に住むものなら、本田宗一郎さんのことはぜひ知っていてほしいです。説明は省略しますが、少しネットで調べただけでも、本田宗一郎さんが戦後日本の経済を作った偉大なリーダー、指導者の一人であることは明白です。ミラーニューロンって知ってますか？ミラーニューロンされるというのは、簡単に言うと、哺乳類動物は親や集団行動の中で相手のやり方を真似る性質があるということだと私自身は解釈しています。ジュニアコピーライタースクールの講師の仙人さん、ミスター X は、誰かにミラーニューロンされるということをよく言います。つまり、事業を成功させて株式を上場したり、意中の異性の相手と結婚したり、夢を叶えて自分の望む人生を生きたかったら、あなたが尊敬する人物や、この人ってすごいと思う人物と一緒にいればいるほど、その人に影響されて、ミラーニューロンされて、あなたを望む目標により近づくそうです。
本当ですかと聞かれそうですが、本田宗一郎さんは強烈な個性を持った起業家であり、偉大なリーダーだったと言われています。そんな本田宗一郎さんと一緒に仕事ができたら、私は人生で自動的にすぐに成功者になっていたかもしれません。なぜ自動的にと表現したかというと、簡単にという意味ではないからです。本田宗一郎さんはかなり強烈な性格の人だったらしく、本田自動車が浜松の町工場時代から仕事に対しては厳しくて叱るときは、げんこつで従業員を殴っていたといいます。しかし厳しいだけではなく、仕事を離れると社員と平等に接したり、会社を支えてくれる社員一人一人に感謝の気持ちや態度を忘れなかったとも言われています。私が工業高校を卒業して就職した地元神戸市の町工場の会社の尊敬できない先輩たちとは大違いです。なのでもし私が本田宗一郎さんの下で一緒に働いていたら、厳しくしごかれながらも人として大事な他の要素も教わっていたかもしれません。苦しくても偉大な人の下で働いた、お金では買えない人生の充実感を得ていたかもしれません。私が本田宗一郎さんってすごい人なんだと初めて知ったのは、国際政治ジャーナリストの落合信彦さんのエッセイ集、狼たちへの伝言パート3、栄光へのポールポジションのアイルトセナインタビューからです。アイルトセナさんは本田宗一郎さんのことを、かけ値なしに最高クラスに入る人だった。強さ、優しさ、厳しさ、誇り、思いやりなど、人間として必要な全ての要素を持った巨大な人だったと語っていました。この経営者レビューのお題のブログを書いたので、昔買ったけど本棚に眠っている未読の本田宗一郎語録小学館文庫をちゃんと読んでみようかと思いました。このブログチャレンジの最後にあたり、今回の記事を読んでくれているあなたに何かプレゼントをしたいと思います。次の2つのことを私のブログや Facebook のコメントで教えてください。1、あなたが考える本田宗一郎がすごいと思うこと、尊敬するところ、感動したこと、学んだこと、何でもいいのでコメントで教えてください。2、私の90日間のジュニアコピーライタースクールのテーマの投稿記事で、どれか1つの記事でいいので、気になる内容、一番興味を持った内容、もっと多くのことを教えてほしいこと、疑問に思ったこと、何でもいいので気になる記事を1つ教えてください。そしてその理由も書いてください。この2つを教えていただいたら、10冊限定の先着順でジュニアコピーライタースクールのセールスレターを漫画化したものがあります。この冊子をあなたに差し上げたいと思います。このジュニアコピーライタースクールのブログチャレンジは終わりますが、あなたのコメントを参考にして、これは面白いなと思ってもらえるブログを書いていきたいと思います。では今回はこれにて、さようなら。